加藤隆明は日本の外交官政治家。委員会君等釈威は小二大君威伯爵。学位は法学士。外務大臣、貴族院議員、内閣総理大臣などを歴任した。尾張藩の下級藩士である服部、十分、久子夫妻の次男として生まれた。陽名は宗吉。父は尾張、海東軍沙田の大官の手代だった。 明治5年、祖母、かな子の姉、愛子の嫁ぎ先である加藤家に養子に入る。明治7年、叔母の夫で、裁判官の安井譲の勧めで孔明と改名。旧正愛知県立第一中学校、名古屋洋学校を経て、明治14年7月に東京大学法学部を首席で卒業し、法学士の学位を授与された。その後、三菱に入社し、イギリスに渡る。 帰国後は三菱本社副支配人の地位につき、明治19年、岩崎弥太郎、稀瀬夫妻の長女、春次と結婚。このことから後に政敵から三菱の大番頭と皮肉られる。明治20年より官会入りし、外相、大隈重信の秘書官兼政務課長や中英講師を歴任。明治33年には、第四次伊藤内閣の外相に就任し、日英同盟の推進などに尽力した。 その後、東京日日新聞社長、第一次西恩寺内閣の外相、中英公使、第三次桂内閣の外相を歴任する。その間、衆議院議員を2期務め、後に貴族院みこの立選議員にみこのり任された。大正2年、桂太郎の主導による立憲同志会の結成に参画する。同志会の成立を待つことなく桂が休止したため、 同志会は一旦総務の合議による集団指導体制を取るも、後に党大会で加藤が立憲同志会総理に選出された、翌年、第二次大隈内閣の外相として、第一次世界大戦への参戦、対価21か条要求などに辣腕を振るった、大隈退陣後は、同志会と中政会が合同して成立した憲政会の総裁として、元老政治の打破、選挙権拡張を目指す。 大熊内閣の外交政策を一手に握る加藤に対して、立憲政友会の西恩寺金持や原隆氏からはことに、対価21か条要求への批判が強まった。総選挙のたびに議席数を減らすなど、加藤の党運営は平坦な道のりではなく、苦節10年と呼ばれる長期の在野生活を送った。1922年高橋内閣総辞職の際に、後継総理の候補として、 加藤智三郎が辞退した場合には、加藤高明を後継総理とする案が元老会議で出されたことがあったが、これを知った立憲政友会は孔明の組閣を阻止するため、辞退を決意していた智三郎を説得して本位させ、加藤智三郎内閣が成立したため政権獲得は1924年まで遠ざかる。 第二次五権運動の高まりを受けた第15回衆議院議員総選挙で、五権三派勢力が圧勝したため、清浦慶吾首相は辞意を表明し、清浦内閣は退陣、対明効果を受けた加藤は、大正13年6月11日、立憲政友会、憲政会、革新クラブからなる五権三派内閣を率いる内閣総理大臣となった。 加藤は初の東京帝国大学出身の首相である。選挙公約であった普通選挙法を成立させ、日ソ基本条約を締結し、ソ連と国交を樹立するなど成果を上げた。しかし一方では共産党対策から治安維持法を成立させた。この法規は後に言論弾圧の口実として使われ、特に戦時中に乱用されたとして治安維持法反対派からは強く批判されている。 一方で治安維持法擁護派からは、この時期に労働運動が多発しており、またロシア革命の影響から、普通選挙法によって共産主義が爆発的に広がる可能性もあったことから出されたもので、治安維持法とのセットでないと普通選挙法案が、貴族院で否決された可能性も高く、当時の各国も同様の法規を有していたことから、やむを得ぬものであったとする意見もある。また、 軍縮に見られるような陸軍の軍縮を進める一方で、陸軍現役商工学校配属令を交付し、中等学校以上における学校教練を創設した、加藤隆明内閣は高橋惟稀を、若月麗二郎、浜口与佐知、秀原喜十郎、犬飼剛を擁し以降7代、衆議院の多数政党が内閣を交互に組織する、県政の常道が確立され、 この慣習は後、一後事件まで続いた。翌年、憲政会と政友会のつなぎ役であった司法大臣、横田千之助が急死すると、声優と政友会と憲政会は内紛を起こして、五憲三派連立は崩れて、加藤内閣は崩壊する。だが、元老の西掘寺金持ちは、自らが次の政友会内閣の主犯に期待していた横田が没すると、たちまちその、 意思を踏みにじって五権三派を崩壊させた声優会に失望して、個人的には好意的ではなかった加藤に政権を続投させる決断をした。これを受けて対正14年8月2日、加藤の県政会単独内閣となる。1926年1月22日に、加藤は帝国議会内で肺炎をこじらせて倒れ、そのまま6日後に66歳にて死去した。 現役首相の病死は三年前の加藤智三郎、五十四年後の大平正義のみである。この年加藤はノーベル賞推薦人として渋沢栄一をノーベル平和賞に推薦した。加藤の没後、若月霊次郎が内閣総理大臣臨時代理を経て組閣の対面を受けて第一次若月内閣を組閣した。同年1926年末には大正天皇が崩御し、 大正から昭和へととと時代が変わることとなるこな名古屋市昭和区の鶴間公園内には普通選挙法成立を記念して建てられた付箋記念壇がある同園内には加藤の銅像も建っていたが太平洋戦争の金属教室令により取り壊され現在は台座のみが残っている妻は岩崎弥太郎の長女春路